はい今回はアベノミクスのツケが回ることの本当の意味は今の国民生活が苦しいことについてこちらを考えてお伝えしていきます今回もよろしくお願い致します今の僕たち日本国民の生活がですね、えー、経済がとても厳しいんですが当然のことですが岸田がおかしいということはもうそうなんですね ただ、まあ、岸田の愚策というのもあるんですが実はその前からなんですねアベノミクスあるいはその前からですね、えー、小泉、竹中、安倍、岸田と、まあ、そのように、えーまあ、続いていることが。 今の国民生活の本当に厳しいことこれを意味しておりますでこのアベノミクスのですねツけが回るっていうのはこういうことなんですよでよくですね安倍がいいとか何かの調査でもあったんですが安倍っていうのはもう1回ね、えー、まああの内閣総理大臣やってほしいってまあ今いませんけどそんなことを言うこと自体も僕はどうかしてると思うんですよ真面目にで よくですね安倍にいろんなことを言われるんですけれども、例えばね、えー、まあこういったことです、でたまにですね、まあ、こういう話を真面目にすると、ですね、えー、まあ亡くなったんだから失礼じゃないかとかっていうんですけど、まあ、そういったことに関してもね、えー、まあ思うことっていうのは僕、いろいろあるんですよ、真面目にで。そのことを今回お伝えしていこうと思います。まず、ですねアベノミックス、まあ、というか安倍晋三ですが、安倍晋三がですね長期政権だからいい政権だとかっていう意見があるんですが、全く、えー、間違いもいいところです。 安倍晋三がなぜ長期政権にいたのかっていうのは別に政策がいいからではないんですね。東丸の組織票を差配していたからっていうことは分かっているわけですよ。何を言ってるのか意味が分からないし、外交の安倍だとかっていうんですが、別に外交なんてしてないんですよ。外国に60兆円ばらまいただけでしょ。どこに外交してるのって意味が分からないですよ。で、必ずこの話が話題に出るんですが、安倍が亡くなったからね、どうのこうのとかっていうんですけど、じゃあ僕、こういうふうに思ってることがあるんで言いますよ。 アベノミクスでで自慢した日本人どれだけいるかって話ですよそういう人たちの,、ね、その命とかそういう人たちの悔しさってどこにも反映されないのかってそんなおかしい話があるかって話なわけですよ。だから日本国民が希望を失って、ね、どうにもならなくなって日本経済を崩壊したのが安倍、安倍のミクスですよ安倍、黒え、安倍のミクスそしてまあ岸田につながっていくっていうことなんですよ。で、ご存知で、まあ、いらっしゃると思いますが安倍晋三といえばです、ね、消費税を2回上げたんですよね。これでで日本経済が衰退したんですよ もうそれだけの話なんですよ。今も 山本太郎さんもおっっしゃってますが、消費税を廃止するって言いますが、安倍の時に消費税2回上げてるんですから、何が国民生活だって話ですよ。売国度もいいところですからね。で、この安倍がですね、売国度であるっていうことに関しても、これってうのはすごく難しい話なんですが、調べた人っていうのがいるんですよ。はっきりとは分かりませんけど、まあ、だい,たいまあ700兆から1500兆っていうふうに言われてるんですが、まあ、日本がアメリカに送ったお金ですね、日銀からアメリカに、まあ、だいたい700兆から1500兆のお金、 が、送られていたっていうことは言われてるんですよ。アベノミクスの裏側でね。うん。 で当然、それを得たアメリカっていうのは、それを有事に使った可能性があるんですね。何に使ったのかっていうのははっきりと分かりませんが、そういったことをしていたと。で、えー、当たり前の話なんですが、日本がですね国債を発行して、そのね国債とか金とかをアメリカに渡すんだから、日本でどんどん衰退するじゃないですか。で、それがアベノミクスの正体なんですよ。日本国民の貧困化を招いた、えー、アベノミクスの正体なんですよ。これを知らずして、ですね、えー、アベがいいとかね、うん、意味がわからないですよ。 安倍もも黒田も売国党ですそしてこののミクスを引き継いでいでるのが岸田なんですよで岸田っていうのは言ってることがでたらめですからねその増税メガネとか減税嘘メガネって言われてるように岸田のね、えーまあ、あの言ってることなんて話にならないんですけれどもまああの何て言うんだろうもうだからおかしいのがもう前からなんですよその失われた30年とかもそうですしね。 もう一回言うと小泉竹中そして安倍そして岸田と、まあ、来ている間に菅とかも入ってますがそういったことになっているで、えーまあ、僕も思いますしリスナー様も思うとおあの思う内容ですが。 岸田がですね、金がないから国民に増税とかね、財源がないから国民に増税とかね、知るかって話じゃないですか、別に国民のせいでないでしょ。国民、普通に頑張ってみんな生きてるわけですよ。そしてね、えー、今日、明日、その月、今年、それをあ生き延びることも大変な、そんな日本国民が多くいる、その状況において何を言ってるのかもう訳が分からない、本当に。うんで この日銀っていうの、日銀のまあ難しい話なんですが、えー、まあ時とともにすれば円が、円の価値が戻るとかっていうこと、そんなことはないんですよ。ね、日本っていうのは、ね、世界一かな、米国債を保有してるんで、う米国債ってほ,ほぼもう無価値になるっていうことがもう分かってるんですよ。だから、この米国債を早めに手放さないといけないんですが、全く手放さないと。じゃあ、米国債をどうやったら手放せばいいのかと、なぜ、例えば岸田もそうですが、ね、その米国債を手放すっていう方向にいかないのか行かない行けないのか っていうと自民党を作ったのが創始国米だからです自民党の背後には米アメリカがいるんでね、うん、アメリカの意向に、えー、沿わないことはしないということで、えー、米国債を手放さないそしてどん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 日本が衰退していくっていうまあ、そういった何て言うのかな大きなあ、まあ、ものがあるわけですよ。でまああの そういう、ねえー、こともありつつもお、まあ、僕たち日本国民の生活に影響している悪影響しているだからこれがアベノミクスが影響しているってことです悪影響ね、うん、少し前の話になりますが まあ2023年7月から9月のまあ GDP がマイナスってことで、もうほぼほぼマイナスなんですよ。で、そのまあ物価高の影響とか、まあそんなことも言われてますが、ね、食料品とか、まあその燃料のお金とかっていうの、どんどん上がるじゃないですか。で、まあ、こ,この時ではないですけど、今ね、給料はまあ手取りが18ヶ月連続で下がっていると、だこの7月から9月っていうのも手取りが下がってる時期なわけですよ。で ここでまた、あまあ、こういったことから、えーねえー、なんていうんでしょう、国民生活、あの家,計家,あの家計、家庭のやりくりが厳しいという、ね、ことになるわけです。だそ,その原因というのはアベノミクスなわけですよ。まあ、岸田もそうですけど、アベノミクスからそういったことが始まっている,るわけですね。で えー、そのとは別にですねな、何かおかしいものがあるんですよ、その自動車とかあまあその旅行とか、まあ、そういったものっていうのがあ、何やら黒字の方に向かっていると、でその円安をまあ利用して、ですね輸出とか、そのインバウンド、外国人、えー、観光客とか、そういったものがまあ利益をもたらしているっていうんですが、こんなものが利益になったしょうがないんですよ。日本国内の、ねえー、個人 日本国内個人のです、ね、消費活動、まあ、GDP というのはあ個人消費にかかってるんでそれをせずして、ねえー、日本国民の 家庭あるいは日本国民の生活あるいは中小企業、そういったものがですねマイナスを食らいながら、どん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 一部大企業が儲かっていくっていう、そういったことなんですよね。うん、それが今の日本なんですよ。おかしいじゃないですか。だから僕も、まあ、リ,リスナー様も多くの国民がですね、まあ、9割といっても過言ではないですが、9割の日本国民が苦しいと。しかしね、ねその一部、そのインバウンドとか、ね、あるいはその、まあ、な,なんていうんですよ輸出大企業とか、そういったものが儲かるっていうね。うん、で、その、なんていうんだろうね。 えー、犠牲になるって言いましょうかその犠牲になるのがあ国民あるいは家庭、えー、そのね個人あるいはフリーランスあるいは中小企業そういうような状況が今あるわけですよ。で そういったことから考えると、ですね何が必要なのかというと、消費税廃止が必要なわけですが、岸田は消費税を廃止する気が全くない、そして全く無意味なですね所得税減税を2024年の6月からやるっていうようなことを言ってるわけじゃないですか。うん、で、この消費税廃止、消費税減税っていうのは、最もですね効果があるんですよ、皆さんも思ってるでしょうし、であのすぐにで,できるわけですよ。しかししかそれをしないわけですね、うんで あの岸田っていうのは何を言ってるのかっていうと大胆な金融政策とかあ、ねえーまあ、その財政出動とかって言ってるんですけどそのアベノミクスを今もやってるわけですよ。 だから、どん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 国民生活が厳しくなっていくわけですね。円安、物価高、エネルギーの値段も上がっていく、物価高も止めることができない、家計もどん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 苦しくなっていく、そしてエンゲル係数がどん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 上がっていって、もうね、日本国民の生活、どうにもならないということです。で、これっていうのは何かっていうと、アベノミクスの弊害なんですよね、それだけなんですよ。 その日銀とまあ、その日銀をまあ経てしてまあ、国債を引き継いでねねそのねなんか知りませんけど謎の財政出動とかって言い出してアベノミクスがこの今の日本国民の生活の、えー、悪い原因となっているんですよしかし岸田っていうのはそのアベノミクスを続けてるんですね。うん だから日本国民の生活、個人のね経済活動を、えー、まあ、犠牲にして、ですよねそういうことをしているって、うん、だからもうこれをやめなければしょうがないんですよ。だからこのアベノミクスっていうのは、そのね経団連経済同友会という大企業が儲かるだけ、中小企業、個人、えー、フリーランス、日本国民のこあのこ個人消費など、全く良くならない、どん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 悪くなるっていうことです。だから これが分かってるんで、アベノミクスをやめるべきなんですが、岸田はやめないんですね。で岸田っていうのは、もうはっきり言ってわけはわからないです。ねまあ、皆さんもそう思ってるでしょうし、僕もそう思ってます。で岸田っていうのは大ッキなんで、別に全く支持するところは1ミリもないですけど、岸田の背後にですね宗主国、米の支持が出ていると考えられるんですね。だからこういったことをすべて考えた上で、何が必要なのかっていうと、自民党政権の交代が必要なんですね。そうしないと、日本国民が国内でよりよく過ごせるようにならないんですよ。僕たち国民がでですね、えー、少しでもよりよく 豊かに過ごすためには自民党政権交代がもう必要ということです、もう一刻も早く必要ということです、そして日本国民の生活を考えてくれる方、山本太郎さんがですね政権中枢、内閣総理大臣にならなければ、どん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 厳しくなっていくと、まあ、そうとしか思えません。まあ、ということで、ですねこのアベノミックスの件とか、あとなんかいろんなところで話題になってるんですが、安倍,安倍にですねもう一回ね、内閣総理大臣をやってもらいたいとか、もう言ってることがわけが分からないですからね。 まあそういったことについてまあ思うこと、調べたことをお話しさせていただきました。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。今回はこ,こで終わります失礼いたし